福チャンネルです。今回は、第10回ということで、ね、すごいいいゲストに来てもらってます。まあ、その前に、まあ、おなじみのといいますか、またこの人っていう人、キーパー高木義成くん、福チャンネルです。過去をたどるとちょっと痩せた感はある、ね、しかも止めてきてるじゃん、はい、もう余裕でしょ。今日やばい今日やばい。そのゲストね、はい、地球の裏側から来てもらいました、トゥーリオ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どう、2人だって同じ名古屋でやってるの。いやもう顔見た瞬間勝てるなと思いました、ね。そして今回、トゥーリオ TV という YouTube もコラボしますので、皆さんそちらもご覧ください。 PK のね、ちょっとそうですね、ちょっと PK の話を聞きたい。いや、いいっすか、うん、なんで勝てるかっていうどっしりとした感じがあるのかって言ったら、うん、一回ね、僕ら試合してましたね、まあ、西野明監督ということでね、うん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 、もうなかなかこう点入らない、取られないみたいな感じで、うん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 、まあ PK になると、うん、まあ、なぜかこうウォーミングアップしてるんですよ吉成がね、誰も怪我してないのにどうしたんだろうなと思って、うん、もう PK に入る前の1分ぐらいに交代したんですよ、西野さん。それ PK 要因ってこと？ PK 要因で、なんで高木に帰るのかなっておかしいでしょ、これは。いくら西野さんであれ、うん、これはやっちゃいけないでしょ。それ選手のとこどうだったの？これはワイって、もうスタジアム全体ですよ。だから西野さんだけだったってことだね。そう、まあ、変えたとするんじゃないですか、うんうんうん、結果往来でね、うん、止めてね、うん、勝ちゃいいんじゃないですか。あ、まあ、それはそしたらそうだよね。全然一回も止められない。やっぱでも西野さんがやっぱ良くなかったです ね。正直なの。まあでも入ってくる自分も悪いと思う。そしてトゥーリオ側のキーパーは、はい、ジャイアント君来ました。もうおかえりおかえり。もう終わりですけど、ジャイアント君この絵でも勝ちましたもん。いやいや、確かに今回ね全員俺よりでかいっていう。比較的俺もね、おっきいおっきいっつったら、これ全員でかいっていう。現役の横浜タケルでやっております。リベンジです、ね、はい、ごめんね、こう忙しい時に。いやいやいや、全然全然呼ばれたらもうすぐでもリベンジ。前回ね、これ岡野さんのそうそうそう時にキーパーやってもらって、はい、勝っていたから。今何勝何敗でしたっけ？今ね、8勝1敗なんで、うん、もう1回最初に負けてから発症してっから。ああ、そのまま、そのまま連続、うん、そう、俺は上手くなってるよ。でも今日は高木やらかしますから。そうそう、その心配と今回ジャイアントが来てるから。ああ、もう間違いないです。俺はもう結構こう、もう見られてるから、分かられてるから、はい、そこの怖さはあるけど、はい、まあ本気勝負なんでね。いや、今回マジ本気勝負よ。はい、多分ね、間違いなく勝ってると思います。 OK、 はい、はい、皆さんこう楽しみにしてみてください。よろしくお願いします。ルールは、はい、5回もちろん PK を普通に蹴る、はい、で決まらなかったら6回目から逆足、はい、あ、OK、だから左足で蹴る。 OK です。 OK、 6回目ですね。で10回で決まらなかったら、はい、距離を遠ざける、はい、先攻後攻ね、はい、最初はグーじゃんけんぽい。勝った勝った勝った、じゃんけん。俺じゃんけんずっと負けてたから。俺じゃんけん勝てない人。そう、はい、俺より弱い人発見しました、はい、逆に悩むな。高校行きます。そう、俺はもうプレッシャーっていうか慣れていくから、はあ、いいですね。だからどっちかっていうと2に慣れてない時に先に蹴ってもらいます。じゃあ大丈夫。じゃあ1本目ゴロ取るで。うわぁうわぁうわぁうよし、蹴る前に笑ってしまう。ずーっと目が合ってて、これは良くないです。さあ、ジャイアントにプレッシャーかかります。ちょっと1本だけは本当お願いします。出た、今回駆け引きまで入れてきた。1回裏頼みますね。ここもずっと目に合ってよーし、よし、よし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 、これは良くない。結構やっぱり見てきてるね。
マジでね、あの一言でちょっとね、こう揺らがせるんだよね。2本目、はい、やばい。ジャイアント君にもちょっと沈んで帰ってもらわなきゃいけないな。2本目。我慢我慢。我慢したら止めれる。吉成と飛び方今タイミングあったな。今のはうまいな。ちょっとやりました。いや、ありがとうございます。飛び方が違う吉成と全然違うんだけど。全然地面蹴ってます。プーがちょっとあの気持ちが楽になってる。そう、乗ってきた。やばい、来た来た。もうこれぐらいだったら。余裕出しすぎだな。ちょっとやっぱ重力に逆らえない分だけ。ああ、キックが素晴らしいですね。ああ、確かに確かに。重力さんやられてるかもしれないですね。あれちょっとさ、よしよしよし、やっぱやってないから、はい、じゃ浮かしたかったんだと思う。なんで浮かなかった今の。ほらほらほら、浮かせられなかったっていうね。今浮かす。浮かすキックだったんす。よしよし。いやー。でもさすがね、3本目にね、真ん中蹴ろうっていうね、しかも2本連続で、この辺は強いね、心はね。ただ、技術がついてきてないだけ。本当です、ね、本当ですよ。しよしよし、もう絶対してますからね。もうね、長い間ボール蹴ってないっていうのもありますけど。そうだよね。いやでもなんかジャイアント君の背中がたくましい。いや、そうなんだよ、ちょっと前、前回と違うんだよ。前回と違う。しかもね、この集中の仕方がね、マジ現役。3本目裏、そのタイミングを出すのがこの面白さよ。いいですね。ラストになるかどうか。はい、5本目。大丈夫、我慢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 。さっきと同じコース。来た。うわっ、結構な攻め際やった。はい、ご覧の通り、この大きい人が小さくなっております。福西チームの勝ちです。
よし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 。これね、難しいやろ最初が。やっぱそうですね。これね、1本目がまあ非常に難しいっていうのと、はい、3本目からコースがなくなってくるっていう。ちょっとね、読まれてんじゃないかって思っちゃうんですね。最初の意気込みからちょっと口数が少ねえし、トーンはちょっと落ち込んでるけど、これはちょっとな、こんなんやられると思わなかったから。しかも吉成にね。よし、今後ともちょっとね、あの先輩後輩のこうけじめ的なものをちょっとしっかりしないと、ね、ちゃんと敬語使わないと。先輩。でもやっぱね、うまいね、やっぱ修正力とかね。まあ久々の PK だったっていうことでね、ちょっとね、最後本当にやりたかったことやられたんでね、これはちょっと乾杯っていうこと、ね、よし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 、はい、でもあれですよね、このキーパーに対する指示とかが、うん、そう待てよとかっていうのって、なかなか今までなかった。いや、そう、知ってる、知ってる感ある。そうそうそう、で安心感ありましたね、そこでジャイアント君もやっぱさすが仕上げてきてるなっていう、もう最後ね、俺一か八かやった。あ、もうギリギリまで待って、真ん中をバネンができたら、トゥーもジャイアント君もちょっと折れるかなっていう。これはね、もうマジで、そうそうそう、爽やかな顔して。いや、これはね、申し訳ないけど意地悪出ました。良くないです ね、 ね、そういうのちょっと、はいはい、だからブラジルに気をつけて帰ってね。本当ですよ、今、まあ、あのビジネス書いてるんですけど、エコノミーになるかもしれないですね。ジャイアント君もどうやった？まあ、リベンジできたんでね、とりあえず1本止めた。あ、1本ね、あれも完璧やった、読まれたし、あれも完璧でしたね。あ、俺もう弾かれてもちょっと行くかなと思ってた。そうですね。でもそのタイミングのあんなバッチリ止められたら、現役やったね。なんとか一本は。じゃあ次は闘莉王さんのホームのブラジルで。ああ、いいですね。やりましょう。そうですね。お待ちしております。いそうな人たちじゃない。今回の戦いを終えてみて、闘莉王さんどうでした？勝たなきゃいけなかったのでね、はい、まあ、僕の2回の失敗でね、性格いい、素晴らしいの止めてくれた。何もかかわらず、2回ともね、外しちゃって、申し訳ないなと。でも本当に楽しかったですね。最後のこうシュートの勢いがすごかったですけど。はい、最初ちょっとね、吉成舐めてたっていうところもあったんですけどね、結構ね、それが裏手に出たと。でも、ドンピシャに止めたのにね、ちょっともったいなかったですね。ジャイアントさん、どうでした？そうですね、前回1本も止めれなかったんで、ちょっと今回気持ちを入れてきたんですけど、とりあえず1本取れたんで、そこは良かったな。ただやっぱ闘莉王さんをね、勝たせられなかったのが、やっぱ勝たせるキーパーにならなきゃいけないなと思いました。やっぱこう PK 戦の時とか、ああいう声をもらうのは嬉しいというか、はい、あ、もうめちゃめちゃ嬉しいですね。最後もやっぱ同じコース行くだけだからみたいな言ってもらって、うん、そこ行ったらちょっと上だったっていう。そうですね、なんかこう、いじめみたいなとこありますよね。そうですね、ちょっとね、せっかく飲まれたら出てましたね。そうですね、ちょっと心が折れるような負け方だったもんね。次回もしかしたらブラジルに行くかもしれない。もうリベンジ待ってますんでね、ブラジルでもようこそという感じです。ブラジルぜひ僕も行くので。あ、ぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。今日の勝ちはでかいね。まあでかいですよ、ブラジルからの資格ですから。そうだね、はい、そして来てかわいそうなぐらい落ち込んで帰るっていうね、ちょっと申し訳ないんだけど、やっぱ上手い選手だからこそちょっとピリピリ感あったよ。しかもさ、これね、吉成だからトゥーリオに対して止めれんのみたいなさ、あったやん、ずっと言ってたやん、はい、だって本当に止めた記憶ないっす。その中でのこの勝ちはね、大きいっす。で、僕自身も気持ちいいね、パキからポキにいけるぐらいの。だから最初パキってやっといて、最後2人ともボケるっていうね、言葉悪いかもしれんけど、とどめさしに行ったね。プーがやりたいやつですか？そう、あのこのポイントやつ、僕あれでずっとやられてたんで、うんうん、はい、だからその分ね、闘莉王 の、 あの現役から離れた、はい、そしてブラジルでね、なかなか動けないっていうところの差はね、ちょっと出たかもしれないんで、はい、まあ、それをうまく生かしたよ、うん、キーパーに対して、うん、いや待てよとかってあれ出るのって結構いませんよ。まあさすがだなっていうのはね、もう2本目3本目終わっての4本目5本目は確実に決めに行ったでしょ。あの時のもうトゥーリオの顔ちゃうもん、アスリートやもん。あいつ本気でした。うん、アスリートやもん、うん、でもやっぱこの PK 戦っていうのは、うん、最初が肝心っていうのね。そう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 、これからね、見る方はもうそうだし、今度ね、挑戦もしかしたらされるかも、人もいるかもしれないけど、どうします？ブラジルから伊藤の顔リベンジ希望って言ったら、いやもう行くでしょ。で、俺らは気持ちよく帰ってこよう。トゥーリオが負けたということで、皆さんに視聴者プレゼントがあります。それ知ってたらもうちょっと気合い入れてたかもしれないですね。
いやいやいや、ちゃんと伝えてたでしょ。いやもう負ける気なかったですから。あ、そういうことだね。そうです、負ける気なかったからね。まあその点で今日は、今回はブラジルの、はい、ブラジルからちょっとね、陽気になる、こうリズムよくなんか聴ける音楽があるんで、ね、ちょっと、ね、今コロナ禍でこう家の中にいるとかっていうと、はい、陽気なね、この音楽っていうのは、はい、ぜひとも聴いてほしいなと、はい、結構有名な方なんでね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれをね、概要欄に貼ってますので、はい、応募してください。3入りです。はい、入れます。はい、すいません、お願いします。すごい、まあ楽しかったです。まあ、皆さんね、チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。そしてトゥーリオ TV もコラボするので、はい、トゥーリオ TV 見てください。そしてね、ジャイアント君もジャイアントカズキチャンネルをやってますので、皆さんぜひ、ご覧ください。あとは高木義成ね、はい、GK ポート、はい、やってますので皆さんご覧ください。今日はありがとうございました。